れは疲れます。そこまで噛まなくてもいいんじゃない？美味しいからね。味出て。今日ちょうど9日ってことで、うん、肉の日1ポンドステーキゲットできました。うん、ランチセット、ライス大盛り無料、スープバー付きです。ドリンクバー200円、サラダバー300円。今日は肉の日の9で、うん、1ポンドステーキ、1ポンドステーキ、サラダバー、野菜、卵、スープ、大盛り、ゆずこしょうあるじゃん。うん、あとステーキソースもちゃんとある。ガーリックも。うん、美味しそう。いただきます。いただきます。ゆずこしょう、ゆずこしょう、うん、さっぱりする。美味しい。うん。今度はちょっと赤身。うん。ちょっとやって。ああ、こぶしちゃった。うん。肉肉しくて美味しい。そう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 、肉肉しいね。美味しそうでしょ。美味しい美味しい。どう？ステーキソース、うん、赤身で噛めば噛むほど味が出てきて美味しい。うん、ゆずこしょうも美味しいね。うん、すごい美味しい。それは疲れます。そこまで噛まなくてもいいんじゃない。美味しいからね。味がうまい。お腹いっぱいで、ね、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ブレスのチャンネルです。はい、ブレちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。食べてきました。どこですか？酵母ユーカリが丘店ステーキ、ステーキ、あのハンバーグとか、前に焼肉屋さんだったところかな、うん、の後にハンバーグ屋さんというかステーキとかのお店ができて、酵母さん行ってきました。酵母ステーキっていうお名前のお店です。あのお客様の S 様がこう1ポンドステーキがあって、それがあのこう決まった日にちにリーズナブルでいいから、なかなか行けないからちょっと行ってみてよとかっていうお話を伺って、今日うちお休みで行ったらたまたま、そうそうそうございまして、9日の9で1ポンドステーキ
と1980円の消費税ね。2400とか500とかは、うん、そうそうそう、半額ぐらいっていうか、なんか半額、半額まではいかないかのちょっとリーズナブルにいただける日で、すごいボリュームだったよね。食べきれるかなと思った。食べきれたね。あと私が国産牛ハンバーグ 200g、うん、880円、肉肉しくて美味しかった。それであのステーキ、1ポンドステーキってさ、ソースがいろいろあって、自分の好みでこう味変しながら食べ続けられるから飽きないし、うん、で柚子胡椒とかのお店工房さんのステーキソースとか、うん、あとニンニクソースとかわさび醤油もあるし、塩胡椒もあるので、もう自分の好きなようにいただける感じで。でもあの肉がね、うん、硬いっちゃ硬いんだけど、赤身だからね。噛めば噛むほどなんか味が出るみたいな。うん、うん、であの私はそんな硬いって感じなかったのね。逆にあの赤身の、うん、あの美味しさ、噛めば噛むほど味が出てくるから美味しかった。そんな硬くた部位によったんだろうね、硬くなくて美味しかったです。女の人もね、あれ1ポンド食べてたね。うん、一人でお見えになった方とかね、結構女性でも召し上がってる方が多かったです。食べきれるかなと思ったら、でも大丈夫でしたね。味変しながら、うん、好きな形 であのサラダバーとか食べなければ余裕なんじゃないの。その分あとスープとかも飲んじゃうとお腹膨れちゃうから、それだけでいったら全然食べられるんじゃないかな。美味しかったです。南ユーカリが丘、駅からすぐに、駅からすぐ、そう、住所的には上座みたいだけどね、うん、お店の裏が駐車場。そう、お店の裏が駐車場です。ちょっとぐるっとこう回ってくると隣がジョナさんのファミレスがあってね、美味しかった。ステーキ食べたくなったら行ってみてください。ぜひ。はい、おー、あー、いい香り。エスプレッソ。エス様から野上のパンをいただきました。いつもごちそうさまです。ありがとうございます。あれ食べた、うん、やっぱりね、やっぱりねちょっと味見しました。大変美味しかったです。黒山のかな。うん、普通の野上の。普通の黒山って前いただいたの上が真っ黒のやつが、これ普通の野上のパン。こっちの方が美味しかったような気がする。どっちも美味しいけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでーす。王様から手作りのお野菜をいただきました。スナップエンド、すごく美味しいんで、前いただいた時もすごく美味しかったのと、はい、すごいいっぱい入ってるのエシャロット。王様のエシャロットすごい美味しいんだよね。ほら、こんなにいっぱいいただきました。あ、香りがいい。香りでしょ。美味しいんだ。後で食べようね。いただきます。いただきます。いつもありがとうございます。おいしくいただきます。